一応その当初と同じように、再来年の春までには処理できるのではないかなと思ってますね。本当に国民の皆さんの税金でね、いろいろしていただいて、今回もそれがなければできませんし、また負担増まで国民の皆さんにお願いをしてやってますので、これは当然のことなんですけど、やっぱりコスト意識をしっかり持ってやっていかなきゃないなというふうに思っています。一番いい方法というのは集団移転だろうということで、おかげさまで被災してトップで集団移転先についても起工式を先日行うことができました。早い早いといっても2年3年とかかるわけですから、やっぱりスピード感を持って進めていかなければならないなというふうに思ってますので、一番の外側の国の方が防潮堤をしっかりまた復元して、また内側に低山盛りがありまして、低山盛りにつきましても県が管理で、県の責任でかさ上げをすると。そしてその内側に岩沼の市道がありますので、市道をかさ上げということで、国、県、市それぞれ責任分担をして、そのあたりで防御策を講じてもらう。ですから同じような津波が来たとしても、その三重の防御によって水はかぶらないであろう。我々は千年希望の丘という名前をつけてます。千年先までも今回の悲劇を忘れないように、同時に千年先も持続するであろう岩沼を希望を持って作っていくという意味で、千年希望の丘という名前をつけてます。目的は、一つは津波を少しでも避ける狙いです。もう一つは海岸線が 9.9 キロあって、その中に空港ビルと小学校中学校しか3階建て以上の建物がありませんので、いざという時にはやっぱり避難をできるような場所にしたい。そしてその丘の下に例えば瓦礫を使う。今回の瓦礫については、全体としてかさ上げをするにしても何にしても土砂の量が足りない。ですから少しでも活かせるものは活かせるべきでないかということと、もう一方でコストを考えるとすれば、分別をして再処理をするよりもそのまま活かせないのか、そういう形で今回 OK ではなくて、一応実証実験ということで OK になったわけでありまして、この分については今後も国との十分な話し合いとか、あるいは国の指導をいただいて進めていかなければならないというふうに思っています。それと何といっても瓦礫を使うという意味合いは、実は瓦礫とか言われて一言で片付けられてますが、住んでる人たちにしてみれば、その時点まで自分たちが暮らしていった場ですよ。それと同時に貴重な家具家財ですよ、あるいは思い出の品ですよ。それが全部ガラクタ扱いになって、全部分別されて、あるいは燃やされてしまう。柱一つでもそのまま使ったら思いが通じるんではないか。千年希望の丘っていうのについては、ですから津波を避けるための道具であると同時に、いざという時の避難場所、そしてまた復興とか、なんかこれから持続する岩沼の方向、希望ということを持っていかなければならないと同時に、今回の被災者の人たちの思いというものを千年先までも引き継いでいくというような、いろんな意味合いがあって今やることになっています。これからも全力を挙げて、一日も早く元の岩沼、そしてそれ以上の岩沼を作っていきたいというふうに思ってますので、引き続き関心とか目を向けていただければありがたいと思ってます。どうぞよろしくお願いします。